海上自衛隊の魚雷艇11号魚雷艇は、魚雷を主兵装とする高速戦闘艇。基本的には、内燃機関を用いた滑走線形のモーターボートであり、先に外燃機関を用いた排水量型の蒸気船として登場していた水雷艇とは明確に異なる艦艇だが、英語のトープドボートという単語そのものには、そのような区別がないため、 日本語に訳出する際に混同される場合もある。19世紀後半の水雷兵器の発達とともに、これを主兵装とする戦闘艇として登場したのが水雷艇であった。当初は外装水雷や栄光水雷が用いられていたが、攻撃用水雷の決定版として自装水雷が登場すると、こちらが広く用いられるようになった。当時、 重砲でも大型の装甲艦を撃破することは難しかったのに対し、魚雷を用いれば安価な小型艇であってもこれを撃破し得ることから、1880年代には各国海軍は競って水雷艇を建造した。しかし1890年代に水雷艇を大型化した駆逐艦が登場すると、水雷艇のニッチはこちらに奪われていき、残った。 水雷艇も沿岸用の小型駆逐艦としての性格が強くなっていった。一方、この時期には内燃機関を用いたモーターボートも登場していた。当初は手軽さが買われて、主に内水域での水運で用いられていたが、1900年代にはその高速性、機動性を生かしたモーターボート競争も盛んに行われるようになった。そして第一次世界大戦が始まると、 各国でその軍事利用が模索されるようになった。モーターボートによる水雷襲撃という点で宣弁をつけたのが、イギリス海軍で1915年夏、3人の隊員がソーニクロフト社を訪問し、関西水雷艇のように運用できるモーターボートの開発を提案した。この計画は後に海軍が正式に推進するところと、 なり、まず40フィート型12隻が1916年1月に発注されて、同年8月に完成した。最終的に40フィート型は合計39隻が建造されたほか、より大型の55フィート型は69隻が建造された。従来の水雷艇と区別するため、これらは CMB と呼称された。 これに対するドイツ帝国海軍も防戦網を排除するために民間のモーターボートを徴用していたが、1916年より専用艇の建造に着手し、1917年より順次に竣工させた。これらは手記として飛行船のエンジンを用いていたため、船体番号に L を冠して故障されていたが、飛行船も同様の命名法を用いていたことから、 後に航空機用発動機に由来する LM に変更された。また、イタリア海軍では1915年より、対戦専用のモーターボートとして、マスの建造を開始していたが、これも間もなく水雷襲撃を行うようになっていった。特に、オーストリア・ハンガリー帝国海軍の戦艦、セント・イシュトバーンの撃沈に成功したことで、魚雷艇の有効性を各国に強く印象付けた。 バイマル共和成下のドイツは、ベルサイユ条約による軍備制限を課されていたが、魚雷艇がこの制限に含まれるかが不明確だったことから、バイマル共和国軍では、まず帝国海軍時代の LM 艇を購入した後、イギリス海軍の CMB をモデルとした S ボートの整備を開始した。また、イタリア海軍もマス艇の整備を継続しており、やはり CMB に似た形式も試みられた。 これに対し CMB を総案したイギリスは対戦後しばらくは魚雷艇から遠ざかっていたが1935年の第二次エチオピア戦争を契機にイタリア海軍と対峙するようになるとマステへの対抗場から再び魚雷艇の整備に着手したこれによって建造されたのが高速魚雷艇で1937年以降大量に建造された戦艦機には 第一次世界大戦で魚雷艇を採用しなかった国もその研究に着手した。フランス海軍は1921年に最初の試作艇一隻を建造し、内下水雷艇を意味する VT を冠して称されたが、第二次世界大戦までに12隻が完成したのみで、実戦での実力は未知数に終わった。また第二本帝国海軍では CMB や LMT、 マステを輸入しての研究を経て、昭和14年度の軍事予算による第三次戦備促進計画で第1号型魚雷艇の建造に着手した。アメリカ海軍は1938年に魚雷艇の設計コンテストを行い、これをもとに PT ボートを大量に建造した。当時、同国は競争用などの民生用モーターボートでは世界をリードする技術力を発揮していたものの、 兵器としての運用経験は浅かったため、結局はイギリスの設計をベースとしたものが主流となった。しかしその優れた臓器技術はいかんなく発揮され、各種の PT ボートはすべて、パッカードの 1A-2500 ガソリンエンジンを、白用化したエンジンを搭載したほか、このエンジンは、他の連合国の魚雷艇にも広く採用された。対戦後も、 各国で魚雷低用式の高速艇の研究、開発が進められており、イギリスでは主機としてガスタービンエンジンの導入を試みた。一方、1940年代から1950年代にかけて魚雷に代わる対艦兵器として艦対艦ミサイルが登場し始めていた。ソビエト連邦では1950年代以末に P-15、15 テルミートの開発に成功すると、直ちに183型魚雷艇の雷装を SSM 装備に換装した 183R 型ミサイル艇の配備を開始した。西側諸国でのミサイル艇の先駆者にあたるイスラエル海軍のサール級ミサイル艇も西ドイツ海軍のヤグアル級魚雷艇を発展させた設計であった。このように初期のミサイル艇の多くは、 魚雷艇の発展型であったほか、ノルウェー海軍のスネック級やスウェーデン海軍のノーショーピング級など、北欧諸国の初期のミサイル艇では、魚雷発射艦が閉鎖されていた。また、特に、ソ連海軍では、SSM で一義的な戦闘力を奪った後に超魚雷による接近攻撃でとどめを刺すという運用を構想すると、共に対戦兵器も兼用させる場合もあったことから、 ミサイル艇が実用化された後でも魚雷艇の建造が続けられた。ただし、水上艦攻撃の構想が後退するにつれて、1980年代以降、魚雷艇の新規の収益はなくなっていた。2000年頃には、世界中で162隻の魚雷、ミサイル並走根最低と47隻の純粋な魚雷艇が運用されていた。その内訳は、バングラデシュで一隻。 ミャンマーで10席、エジプトで8席、イスラエルで17席、ロシア連邦で5席、朝鮮民主主義人民共和国で6席であった。ウィキメディアコモンズには、魚雷帝に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。